とありがとうこんばんは。りつはカープファンでははないのかリオはねなんかすっごいカープファンってわけではないけどあの何だったっけあの前にそのリオのおじいちゃんのじいじがめっちゃあの。 カープが好きじゃけーたまに連れてってもらったりしてました野球だったらカープを応援していますすごいなんかおにぎりみたいな可 <laughs> 愛い,いなになんかお茶とかあるんやけどすごいキャンペーン始まってる 髪のアレンジ幅が広がが広ってまた声下がましたたしし嬉い今日も巻き巻き今日も巻き巻きですそう、今日はね朝からねちょっと用事があったのででフたありがとうーでさありおさ人生で巻くの2回目なんですよこれ2回目人生2回目にしてはさ 上出来じゃない <laughs> だいぶだいぶうまくなったような気がするフフギタありがとうすごいパンとかもあるねかわいいパンパン りつはパン派派でですすかかおにぎり派ですかえー、どっちも好きじゃけどどっちかと言われたらパンかなね今そのキャンペーンしてるもんねパンパンとご飯の <laughs> おにぎりも好きだよ、ね、おにぎりはコンビニで買うとしたらしそわかめ 買うのとあとなんか期間限定で出とったんだけど多分もうなくなっちゃってなんか高菜なからしたかなみたいなからしたかなのおにぎりみたいなのがあるんですよな期間限定であってでそれをマーナがおすすめしてくれて「これ美味しいけ食べてみて」みたいななって食べたら超美味しくてでもねもうなくなっちゃった気がする見かけない。 でもしそわかめか前はね炙りたらこみたいなのがあってすぐ買った4月のランダム生写真申し込んだ嬉しいそう今月のさえなんかすごいなんか何これドラ焼き何 なんかあんこ、あんこが出てきたよ <laughs> な、なにこれ <laughs> そう、今月の生自身はね、あのリオの大好きな衣装あの、青と黄色のあれめっちゃ可愛くて好きなんですけどなあ、おにぎりあ、梅が出てきたなに <laughs> これ、なんかくじみたいな感じですか何が出るかな、みたいな感じかわいいありがとう それで生写真すごい、うん、お弁当出たかわいいリオも折ったんですよその告知の写真にあ今度はイチゴが出てきた <laughs> すごいこれくじになってるんじゃない何が出るかお,お楽しみみたいな感じめっちゃお姉さん感ある本当確かに巻いたらさなんか大人っぽくなるよね かわい,いお弁当めっちゃ好きかわいい女優みたい <laughs> 女優オーラありますか上出来嬉しいそうだっておとといとい <laughs> おとといのその前の日にの夜に 深夜に一人でで練習したんですよねそれも初めて初めてもう巻くみたいな初めてコテも使うしみたいな感じからの2回目の巻き。でなんか学校のその書類でそのリオ JK になるからこういっぱいね書類を書かないといけないんですけど何か。 そのリオ ST、U、に入ってるからその就労届けみたいなやつを出さないといけないんですよねでなんかなんだったっけな職すいや違うそれじゃないなんか主な内容あ二2個あってその主な内容のところにあれこれじゃない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  <laughs> 就労届じゃなないんかああなんか,ああなんか何々調査みたいなの書類があって進路調査みたいなでその調査進路調査のとこにその将来の夢とかなんかあるんですけど。 将来の夢とかがあって、ね、大学行くかとかこう、ね、いろいろあるんですよねこの職業に就くとかあってでなんだったっけで, <laughs> でなんか多分「将来の夢」って書くんかな。将来の夢の夢ところに あの？自分の将来の夢を描くんかと思って、マルチに活躍できるアーティスト <laughs> で書こうとしたんですよね <laughs>。そしたらパーナが違うよ。みたいな。そんな詳しく書か,かんよ。みたいな<笑>爆笑されてマーナとパーナになんか？そんな高かいかよって言われて <laughs>。 でそうなのみたいな <laughs> 芸能人でいいんじゃないみたいななって結局芸能人って書いたんですけどそんなマルチに活躍できるアーティストみたいなやつを書かなくてよかったらしいっていうお話。 黒いリボンかわいいでしょイェーイ。ありがとうギフト。アンキパンアンキパン。ポテト派がないのが残念だ。確かに。えっ、ポテ、ポテトは、しダしダ派かカリカリ派みたいなのやってほしい <laughs>。ちょっとわかりにくいけど <laughs>。キャンペーン <laughs>。 おにぎりののりはパリパリ派しっとり派パリパリですねリストリストー高菜ちゃん派のおにぎりがあったときはよく買ってたおいしいよねあれねでも最近さ見かけんのよね探しても生写真リオツンポニーテールしてたそうなんですよポニーテールリオツンあ、アンパンか <laughs> かわいい おにぎりダンスはじめましてまいちゃんまでありがとうございます <laughs> まいちゃんさん好き同盟で いやありがとう。ようつべおずたっぽくなってドキドキするえ嬉しい。ドキドキ。おとといといえ？おとといといのことってなんていうの？<laughs> 何日か前っていうのかな？何日前みたいな。おおとといといでいいじゃん。 ぜひ <laughs> その前はおとといといといになるように <laughs> どんどんといがついていっておととい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 なるようにけもうわけが分かんないありがとうそう書類を出すんです お台場どこですか東京です <laughs> 東京のお台場で5月6日にライブをするので来てください <laughs> しかも1部と2部あって昼と夜ね野外ライブって初めてなんですよ2.5期と3期ね 初めてだしこう夜に夜にその野外でライブするのも初めてなので超楽しみです <laughs> もう瀬戸リとかも本当に神,神瀬戸リなのでそこでしか聴けない曲もあるからもう絶対来てください皆さん。 来てください世界の歌姫リオやった来てくれる予定の方いるのかなでもなんかお話会とかでも「5月6日行くよ」みたいな人が多くって嬉しい「センターける」「夢実現中行ける」 のせんテレビで見るんで頑張ってありがとうみ、ね、確かにもう芸能人だもんねすでに芸能人ですよリオは <laughs> 一応 <laughs> 今日もめっちゃ可愛いありがとうねえんかねポテト パンは何パンが好きほらありがとう。え菓子パン <laughs> 食パンも好きなんかおばあちゃんちおばあちゃんのことをチャーちゃんって言ってるんですけどチャーちゃんとみーちゃんって言ってて <laughs> でそのチャーちゃんちの方にそのお泊まりした時とかにその次の日の朝ごはんでこうトースト パンをトーストして焼いてくれてその上にあのバターを塗ってその上にあの卵卵のなんかやつ卵ペーストみたいなのをのせて食べるのが好きでも菓子パンめっちゃ好き <laughs> リオもともと毎朝菓子パンの人だったんですよ毎朝毎日毎日菓子パンで。 本当にでもこれはやばいと思って去年の途中ぐらいから納豆に変えたんですよね納豆とヨーグルトとかゼリーとかに変えてそう変えましたその納豆ってめっちゃ体にいいからすごい腸内環境も良くなるし。 だから、毎日必ず納豆一パックは食べます <laughs> あ、先を届いてるのそうなの初めて知った確かにお台場昼夜どちらがおすすめあるどっ,ちもどっ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 ちも来てください昼と夜どっちも絶対に、絶対にどっちも <laughs> 選べません、これは一昼と夜で背取りが違うので、全くもって ガラッとどっちも来てください昼と夜あひろいく嬉しいありがとうゆうたありがとうでなんかお見送りもあるらしくてそのそういうとこの人は楽しみお台場両方行きます嬉しいお台場ばひれるありがとう嬉しい 確かに日焼けするややばばばいやばいこれはやばいよこれはやばいよまあ夜はまあまあまあまだまだあれですけど昼やばいねこれまた始まるわあのあの事件がちょっと今回は防がないと <laughs> もう頭皮の日焼け止めスプレーをかけなきゃいけませんねそっか日焼けやばいなお台場昼嬉しい 夜も来て <laughs> 夜も来てください今リ両通モチベがめっちゃ高い嬉しいそう言ってくれてずっとずっと両通モチベあげて,てください <laughs> あひらやる友達連れてすごいお友達も一緒にありがとうそう服チェック これ後ろさうさぎの耳のやつウサギうさぎの耳見えるかなちょっと取れてきたけど見てください口ちょっとねまだ言えないんですけど <laughs> プル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 リップ かっこいい曲好きなんだけどこんな俺でも満足できるもっちの論です <laughs> 絶対に満足できます <laughs>。関ヶ原って野外じゃなかったっけあ野外だったけど何て言うのそのお昼の野外はあるけど夜夜の野外は初めてなので夜になんか真っ暗な中でやるの初めて。 ーはピザトーストス食べることあるあんまりないけどあのなあ <laughs> プレゼント受け取りましたかまだね行けてないよね事務所にそう事務所に全部送られてきてこう事務所に行った時にみんなこう確認して取,取って持って帰るみたいな感じなんですけどまだ行けてなくて。 行けたら見ますウキウキで <laughs> ウキウキで見ますそうだよ今日の朝も納豆食べましたそうプレゼントはねその時間があるときに第一回目って言ってから第一回もプレゼントみたいな感じ利用配信で お見せしようと考えている予定ですできたありがとううん <laughs> たくあんとマヨのパンは食べたことないですえっそれってさあれじゃない 滋賀のさサラダパンみたいなやつだったっけあれ違う <laughs> えっんかあったよね滋賀これで何かサラダパンみたいなサラダパンだっけ何だったっけ夜行バスで帰るから昼しか行けないそういうことか承知の助です <laughs> なんかさその誕生日プレゼントとかもさそうだけどさこうねこのみんなからさプレゼントもらえるってなってさみんながさこうリオのことを思い浮かべながらさこう何が好きかなとかさ何がいいかなとかこう考えながら選んでくれてると思うんよ <laughs> 予想ね、うん、多分そうだけど、まあ。リオはそうなので そう誰かの誕生日プレゼントを買うってなったらその人のことを考えながら何が似合うかなとかこういろいろ考えるんですけどみんなもそうだと信じて <laughs> その間はリオのことをねずっと考えてくれているってことだから嬉しいお台場リオツンセンターながあるかな<笑>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 まだチケット買えたっけ買えてるよ か、あ、帰るよ。<laughs> ゲットできます。まだまだ。できます。そう、タオルもあって。そうそう。かっこいい曲好きな人は昼夜どっち行ったらいい。どっちも。どっちも来てください。五月六日って日焼けし,しやすい。そうなの。健康的にってこと。 それとも言い伝えみたいな <laughs>。試験さんありがとうございます。高校生になりました。ええ十五歳の四つのことをカメラリアでぜひフォローしてください。<laughs> 確かにゴールデンウィークらへん毎年暑いもんね。めっちゃ暑い。夏が来ちゃう <laughs>。夏が来ちゃうな。 絶対暑そうやばいもういつも以上に汗だくになるよこれは特に昼とかでも夜も夜のなんかすごいムシムシしそう <laughs> 帽子コーデで日焼けひ防げないかなどういうことパフォーマンス中にずっと帽子かぶるの <laughs> 無,理 <laughs> 無理無理無 <laughs> 理 衣装ささんが許なない <laughs> なんか深くキャップかぶってさ芸能人みたいにしてみたいたなんか帰りとかに <laughs> あ <っ S 1> みたいな <laughs> <laughs> そうリップ鼻は治った今はね化粧してるから隠してるけどだいぶ治った気がする傷もちっさくなったし。 治りました。ゆうちゃん今入院で長引いてるの、お願い慰めて。ええー。<laughs> もう。なんていうの、しっかり休んで。美を見て元気になってくれたら。嬉しいです。いした、ありがとう。 <laughs> 頭皮と髪にスプレーする日焼け止めあるよ知ってる日焼け止めスプレーでしょあ、はらありがとうすき焼きに納豆入れますかって入れない入れない入れたことない <laughs> 入れるのい入れるところ入れる人いるのそんなすき焼きに納豆だなんて 結局 JK になったオカリオのことも好きですいませんいいんだよそのままで <laughs> 永遠に好きでいてくださいギフトありがとうライスボールがいっぱい飛んでるすごい英語やんライスライスボール <laughs> おにぎりのことさ英語でライスボールって言うよね習った習ったライスボール <laughs> ライスボール ね。常にリオツのこと考えてる。<laughs> 嬉しい。可愛い,いリオツ見たいと、ど昼よりどちらがいい？どっちも <laughs> どっちもです。どっちも昼より来てください。そうだよ。昼よりね、セトり違うんだよ。あ、受験さんありがとうございます。高校生になりました。 15歳の梨央つんごと赤羽の梨央でぜひフォローしてくださいまあねいつ見てもね梨央は可愛い,いので <laughs> 紫外線は夏でなくても結構あるから気をつけてえ知ってるよ年中あるからね紫外線は女子の敵です あほらありがとう。<laughs> やつ今の季節日焼け止め塗ってるりゅうはね化粧する前にいつも塗ってる。 顔体は毎日塗るのはちょっとあれだから <laughs> 夏,夏は塗るけどあとは外に出る時外に長時間出たりとかする時は塗るけど毎日は塗ってないかな飲む日焼け止めは頭皮にも効果あるのかなどうなんじゃろうねえりを飲む日焼け止めも飲む人なんですよ飲飲む日焼けも飲んで あ飲む日焼け止めも飲んで塗る日焼け止めも塗るんですけどどうなんじゃろう頭皮スタバの新商品出るそうなの飲みたいすき焼きにひきわり納豆を入れると野菜がとろうまになる え、なんかちょっと想像したらちょっと嫌かもしれない <laughs> 納豆は納豆だけで食べたい人かも夜にお台場に行きます嬉しいありがとうギフトありがとうあメロンメロンが出るんじゃ飲めないわ <laughs> 梨央、うん、さその日焼け止め塗る時はさあの肌かんでで塗るんですよ全部 <laughs> 全部塗らないとだって服服につくじゃないですか,なか日焼け止めとかってさ服についたら全然取れないんですよね。でなんか前にあの服着たまま ここうめめくくっっってててんんな感じででからたすよそ、ね、したら怒られてマアナに「まあ、なんで服服着て塗るやん!」って怒られて <laughs>「なんか服についたら取れんのよそれ!」みたいななってそう服についちゃったら取れにくいらしくってあの「日焼け止め」でって。けえもう裸で塗ってしかもさこの首ら辺とかさ この後ろとか肩とかは。脱げないと、濡れないから、こう念入りにね。あ五月六日、見に会いに行く、嬉しい。<laughs> え、みんなそうなんかな、リオだけ。服の下濡れなくてもいいのでは。いいえ。 ダメなんですそれはダメですよそれ下着焼けをしますねそれはまあ男子はねちょっとわからないかもしれないけどしかも服があるから絶対に焼けないってわけじゃないので服を通って日焼けもするし背中 背中はね、もう自分でこうやって <laughs> 手伸ばして塗ってる <laughs> そう太陽はね服の中まで侵入してくるので<笑><笑>そうだねー 頭皮にも塗った方がいい日焼け止めふ <laughs> 髪の毛ベタベタになっちゃう頭皮はスプレーしかないかなやっぱり日焼けは <coughs> あ日焼け止め塗ったことないのああ <laughs> NWP クラファン広島駅北口一回イベントスペースのビジョン見に行った見に行きましたよ見に行って動画も撮りましたなので近日公開します X にてフ <laughs> あの近日近日公開開です <laughs> そう見に行ったんですよ あれさ大変だったんよなんかさ広告さ他のもさいっぱいあるけさそのリオたちのがいつ来るか分かんなくってでそのリオたちが出るまでずっと待ちよってからで来たってなって <laughs> すぐ動画を撮るっていうそう難関でしたね。 実は目から日焼けするのは知っとるサングラスかけとくえっ目も日焼けするって言うよね聞いたことある友達アクターズの時の友達目日焼けしてたギ <laughs> リフトありがとう。 まいちゃんへのお祝えっリオさあれでもあまり長くならないように短く送ったつもりなんですよえだってさな、長いって言ってもさそのさもうスマホがあってこんぐらいこんぐらいですよこんぐらい 行行行行ぐらい5行ですよ5行5行 <laughs> ブログみたいに長くないよ <laughs> あのスクロールスクロールするぐらい長いわけじゃなくて意外とコンパクトに送ったつもり <laughs> 5行でも長いのかななんかさ基準が分からんくてそうちょっと分かんない 4つの目綺麗な茶色,だから茶色だから日焼けしそうなんかさ茶色じゃけさ色素も薄くってこう人より眩しいんですよ太陽とかもねそう笑顔がかわいい <laughs> 目からしがせしあ 紫外線が入ると肌も反射して日焼けをするって聞いたそうなのそんな大変だ絵文字もつけたうんもちろんいや絵文字つける人だから <laughs> 親友とかにはもうびっくりマークとかなんかもう,うわーって感じだけど <laughs> あんまつけない。 んの5行はもうう一言レベルそうなんですよ分かってくれるの <laughs> 本当に短くしたつもりなんですけどあんまり長くしたらねちょっとね忙しいし読むの大変ですしちょっとねあれかなと思って右上に送ったつもり <laughs> その X とかもさ文字数制限があるじゃないですか投稿する時も。だから まだ書きたいのにその制限があるから書きたいなみたいなもう足らんすぎてその文字数制限の中に収めるのにめっちゃ時間がかかるそのまとめるのにそのコンパクトに文字をまとめたりその思いを伝えるのに文字数制限の中で文章を作るの難しい。ハッシュタグとかもさつけなきゃいけないから。 ハッシュタグとかも入れてたらそう文章その文字数制限すぐこういっちゃう文章すっごい考えたうんま <laughs> あリオの思いを書いたのう <laughs> ん交換日記はこれらも続けるのえ分かんないどうなんじゃろう いやマイケルさんがマイちゃんさんがずっと持ってるいつ渡したっけるよ <laughs> 多分もう去年の中間ぐらいでもねマイちゃんさんもすっごい忙しいからでも デー,ト行きますデート行こうねって約束しました <laughs> そう勇気出して言ってみたんですよ。そのりの自分からこう話しかけたりとかこう勇気を持って誘ったりとかそういうのも、まあ、得意な方ではなくってこう話し,かける話しかけたりする前に今言っていいかなみたいな感じですっごいみあの考えちゃうタイプで。 すすぐ行けけないんですけどだから結局行けなかったりするんですけどそのみちゅさんと TikTok 撮ったじゃないですかみちゅさんと2人でねそのみちゅさんと TikTok 撮った時も本当に勇気を出して行ったんですよリオは<笑><笑>あのあのね尊敬のみちゅさんにもう声をかけることもねちょっと勇気がいるししかも一緒に TikTok を撮ってくださいっていうこと自体がもう勇気がいってでも。 もう今しかないと思って <laughs> そのお話し会の休憩時間中にみちさんのとこに行って「みちさん」って言って話しかけたりするんですけどその舞ちゃんさんもそのねやっと連,連絡先交換できたからその勇気を持って LINE したんですね <laughs>。ってずっと誘いたかったんですけどその去年の2月からそのデート行けてなくて。 ずっと行きたくてでも舞ちゃんさん忙しいの分かってるけどその忙しいから誘わなかったらもう一生遊べないと思ったので「連絡しました」みたいな言った「おはようボストのおると毎日考えられるの天才イエイ!」ああいうの考えるの得意なので。 うん、ねえそうオルトもそのオルトは結構長く書けるんですけどオルトもオルトで文字数制限があって足りないことがたまにあるんですよ <laughs> マイキ私プレゼントにもお手紙添える書きますでも、ま、マイちゃんさんに会えるの あんまない気がして。そう。リッタありがたう。つょ先輩にも後輩にもおってもって。そんなことないです。全然全然全然セカクハラ僕。<laughs> 最近さほん当になんかある言葉を言われたらその言葉の歌が流れてきてあ前も言ったけど「ギリギリだね」とか言われたら「キリキリ」って言いたくなるし今も全然全然って,って、まあ、自分が言ったけどそしたら「全然前世から僕は」ってんか流れてくる。<laughs> マイキューも自分から行く恥の上からすっよかったと思いますよかった <laughs> <laughs> マイちゃんさんそう主験さんありがとうございます高校生になりました15歳のりょうのこと岡村龍ですいいフォローしてくださいあなたはどのくらい美しいですか <laughs> 最高に美しいです <laughs>。あ、ほら、ありがとう,う。こんなに美しいです。見えてありがとう。りょうちのかっこいいダンスが見られて、七周年ツアー香川昼夜申し。込 <laughs> む嬉しい。ありがとう。やった。 そう <laughs> 確かにお洋服キャバチー嬉しいこれね後ろが可愛いよのうさぎちゃんの耳になってる見えるかなうさぎちゃんうさぎちゃんあと15分だ はいはい美奈ちゃん美奈ながさこれ目の前にいるんですけどでなんかずっと真顔で見てくる <laughs> 下はスカートうんスカート黒のスカートうさぎ好きなのかわいいよねうさぎうさぎ 今日 <laughs> 犬で思い出した今日歩いてたんですよ外をマーナとねしたら前からめっちゃ可愛いめもちゃ可愛いビションフリーゼっていう犬種がいるんですけどワンちゃんがいてお散歩したんですよでその岡村家昔飼ってたからリおンちねビションフリーゼあの昔飼ってたんですよね だからあのトトちゃんっていうんですけど飼っててでもう本当に可愛くてなんかモコモコしてて真っ白なんですけど色もなんかこう口開けた時に笑ったようになってもうめっちゃ可愛くてなんか足とか手とかもなんかすごいモフモフなんですよねモフモフでもうなんかもう綿あめみたいな感じでもうぬいぐるみみたいな感じでなんか。 歩く時も「みたいな感じで、ね、めっちゃ可愛くてでね後ろ姿もなんかお尻がプリンプリンしててもう超かわいいもうやられました癒されたみんなさビションフリーズで調べてみてください知ってるあの研修聞いたことあるかなあんま有名 聞いいたことないそうなんじゃ確かにあんまあんまあれだよね確かにメイナが怒っちゃうメイナごめんねメイナが一番かわいいよ <laughs> 孫で見つめ合いました <laughs> あ,ほらありがとうすみこ暮らし好き スイカ暮らし好き,好き <laughs> うんふうん普通 <laughs> でもねスイカ暮らしねリオあれが好きだよとんかつの端っこちゃんが好きとんかつの端っこっていうねキャラクターがいるんですけどアニメめっちゃシュールだったしなんか映画とかもたまって映画すごいめっちゃシュールだった <laughs> そうめっちゃかわいかっただか睨んできた <laughs> 睨まれたごめんねごめんねメイナ空気読めるからねもう賢いからメイナ意外と <laughs> 意外と賢いんだよあ通常チケットかあれ もう本当に可愛かったでも思い出しただけでもう触りたい <laughs> 触りたい「メイナのペキニーズ」も知らなかったあそうなんじゃ確かに何かチワワとかさトイプーとかさポメラニアンとかはさ結構有名有名な犬種だけどそういうなんていうのあんまり知られてない犬種は聞かないよね好きなキャラクター みこ暮らしのとんかつの端っこちゃん <laughs> あほらありがとうトトちゃんもトトーニゃみたいな呼び方してたの <laughs> トトーニゃ <laughs> してないよ <laughs> トトはトトです <laughs> トトはトトそう メイナはね可愛い,いって言ったらね全部自分だと思って反応するんですよ私のことみたいな感じで全部自分のことだと思って勘違いするんですよねえメイニャ <laughs> かわいいねえほっぺがはいビキニーズ割と有名あそうなんじゃ

反応しないメ <laughs> イにゃん,なんかペキニーズって性格悪いってよく出てくるんですけど調べたりしたらねでもメイが本当にいい子でペキニーズってなんかこう懐かないしあんま猫みたいみたいな感じでツンツンしてるらしいんですけど普通はメイなすごい甘えたがりだから珍しい気がする顔も抜群に可愛いし <laughs> もうねミニ、えー、<laughs> 最高なメイナそう「北京ニーズかわいげがない」とか,なんかよくか書いてあるんですけどメイナはもう超かわいい甘えたがりリょっつもかわいいって言ったら反応してくれるみんなが言ってくれたらね オベラには勝ってた勝ってたの可愛い,いよねポメちゃんほらありがとう18に当選した嬉しいえみんなどうだった十八日の僕体公園僕の太陽公園どうだったかな顔はみんな似てないピキニーズえ意外と違うかもなんか いや、大体いい同じなんですけどメイド結構他のピキニーズとは違うかもちょっと顔がめっちゃ整ってるモテ顔 <laughs> 美人あとボディがいいですねそうボディがいいです <laughs> ねお尻もプリプリプリのプリケツちゃんでムッチーボディの <laughs> モテ体型ですよね <laughs> ありがとうあ18人当選ありがとうこれが最後になるのかななんかリオマネージャーさんに聞いたんですよ「こ,れはこの日が最後になるんですか?」とかなんかいろいろ話は聞いてるんですけどまだその最終確定はしてないらしくってでなんか「明日展開します」みたいなを5日前ぐらいに言われたんですけどまだされてなくって <laughs> いつ決まるの って感じなんですけどあ当選ありがとうあ、ほらありがとうあ、ありがとう当選ポスト見てますよあ、僕だけ当選ありがとう <laughs> そうなんですよ18日行くありがとうギュッタありがとう あ,やばいあと1分で誕生日にならなきゃ早い皆さん7周年ツアーのチケットも受付中なので是非お越しください来てくれたら嬉しいです正規メンバーとして初めてのツアーなので来てくださいおすすめは初日の兵庫です初日の兵庫超おすすめです もう絶対来てください <laughs> 絶対来てください皆さん <laughs> とりあえず来てください <laughs> あもし今度ありがとうギフトありがとうそして5月6日におだ東京のお台場にて2.5期生と3期研究生が出演するえっ、ー、と ST48 の7周年を記念してライブをしますので昼と夜ありますこれも絶対来ましょう <laughs> 昼と夜でね瀬戸にも全くもって違うし あの全く、ま、もっと違うしここでしか聴けない曲は何個もあるので皆さん聞いてください「兵庫いくか悩んでたけど行くことにする」聞いて嬉しい <laughs> ありがとう男女を呼びますえーっと13位柊さんありがとうございます。 十二鈴田さんありがとうございます。十一あやさんありがとうございます。十位徳島のひい君さんありがとうございます。九位吉川君さんありがとうございます。八位桜見音さんありがとうございます。七位伊屋けいさんありがとうございます。 六位カープ河童樹くんさんありがとうございます五位小山っちさんありがとうございます四位よしゾンビさんありがとうございます三位呼ねつんさんありがとうございます二位ろく在りさんありがとうございますそして一位はドるドルドルドルフ バンゆずきちんさんありがとうイエーイ <laughs> ありがとうございました明日も夜配信だと思いますでもまだ明日もそちょっとねお仕事があるんですけどスケジュールがまだ来てなくてまだわかんないけど多分夜です なんか久しぶりに家で配信したかも <laughs> 20144月5そうこの後ねちょっと美味しいものを食べに行きます <laughs> イエーイ楽しみ今日は解禁 ゆずきちんさんありがとうございましたありがとうあ待って1位のポーズしてなかったごめんごめん <laughs> ありがとうございました それでは皆様今日花金か <laughs> なんか全然そんな感じなかった皆さん1週間お疲れ様明日しからも一緒に楽しみましょう <laughs> それではまた明日会おうねゆりらだったのに来てくれてありがとうございましたああと1分あるからちょっとスクショする かわいいうん。<laughs>